羽田空港と都心を結ぶ羽田空港アクセス線についてお伝えします。 JR 東日本が計画するこの新路線は3つのルートが計画されていて、このうち東に伸びる臨海部ルートが2031年度の開業で調整していることが分かり、沿線からは歓迎の声が上がっています。2031年度を機に羽田空港へのアクセスが大きく変わりそうです。羽田空港アクセス線は空港と都心を3つのルートで結ぶ計画で、東京駅とつなぐ東山手ルートは2031年度の開業を目指し、去年6月から本格的な工事が行われています。そして昨日 JR 東日本が臨海部ルートについても東山手ルートと同じ2031年度に開業する方向で調整していることが分かりました。臨海部ルートにより羽田空港とつながることになる新木場駅周辺では、早くも開業を心待ちにする声が聞かれました。そうですね、すごい便利だなと思います。羽田とかよく使うので最短で行ってるんであれば、本当に朝早いの出張の方とかもすごくいいなというのが私の中にはあるので、本当にまあ行けていいなというのは思います。はい、普段はタクシーで空港まで向かうというこちらの男性は、タクシーだとどうしても高速すごく時間かかってしまうので、もう本当にありがたいなという気持ちはありますね。はい、とても便利で良くなるんじゃないでしょうか。臨海部ルートが開業すれば、羽田空港からお台場や東京ビッグサイトのほか、東京ディズニーリゾートなどにも乗り換えの必要がなくなり、空港から都内各所の観光スポットにアクセスしやすくなりそうです。Do you think it will make travel more convenient for tourists? Yes, it would probably make travel more convenient, so it's easier for them to figure out. 友達と、羽田空港とか都内に遊びに来てもらった時、ディズニーとか出かける時すごい便利に使えるみたいなんで、ちょっと楽しみです。羽田空港から新木場駅までの所要時間は現在およそ40分かかりますが、新ルートの開業でおよそ20分となり、大幅な時間短縮にもなるということです。はい、羽田空港アクセス線はこちらの3つのルートが計画されています。それぞれどんなルートとなっているのか見ていきましょう。まずは今回2031年度に開業する方向で調整していることが分かりました臨海部ルートです。こちらはお台場や東京ビッグサイトのほか、東京ディズニーリゾートまでも羽田空港から直接行けることになりますので、海外や地方から空港に来た人が乗り換えなしでこれらの観光スポットに迎えることになります。続いて2つ目のルートが、臨海部と同じく2031年度の開業を目指しすでに工事が始まっている東山手ルートです。秋葉原や上野など人気の観光スポットとのアクセスが向上するほか、東京駅にもつながりますので、航空機と新幹線の両方を利用する人にとっても効率的な移動が実現します。そして3つ目のルートが西山手ルートです。東京屈指の繁華街である渋谷や新宿とつながり、さらに西に向かう中央線への直通なども今後の検討課題とされていることから、多摩地域から空港へのアクセスが良くなる可能性も見えています。まだこの西山手ルートは開業時期など未定ですが、2031年度の臨海部ルートと東山手ルートの開業で都内の空の便へのアクセスはさらに便利になりそうです。